ユリウス・フォン・エーレンはドイツの画家である。現在はハンブルク市の一部であるハンブルクイコール・アルトナで生まれた。17世紀からエルベ川で漁師をしてきた家系で父親は法作りの職人であった。奨学金を得て1886年からワイマールの美術学校でレオポルト・フォン・タルクロイトに学んだ。一緒に学んだ画家にはモールブッターやヘックナーがいた。 1891年からミュンヘン美術院に移った。1893年からハンブルクで画家として活動した。ニーダーエールベ地域で修行し、ハンブルクの画家、トーマス・ヘルプストと農民の生活などを描いた。室内画を描くことも多かったが、村の風景や人物画も描いた。カモを描いた絵も好まれた。1897年に、 ハンブルク芸術家クラブの創立メンバーとなった。ハンブルク芸術家協会やドイツ画家協会の会員でもあった。コペンハーゲンやハンブルク美術館館長、アルフレート・リヒトバルクやハンブルクの画家たちとパリも訪れた。1899年にドレスデンで開かれたドイツ美術展で金賞を受賞した。1901年にベルリン分離派のメンバーになった。 1910年頃から展覧会への出展が少なくなり、絵も売れなくなった。ありがとうございます。